上海列車事故。上海列車事故は、1988年、昭和63年3月24日に、中国上海郊外で発生した、急行列車同士による列車衝突脱線転覆事故である。修学旅行のため乗車していた、日本の高校生が、事故に巻き込まれ、多数の死傷者を出し、事故後保障をめぐり、日中間で政治問題化したほか、 学校側の対応をめぐり日本国内では訴訟が起こされた。南京駅発甲州駅業の311、急行旅客列車は、甲州に向かう際、運行上の都合から一旦上海で方向転換する必要があった。311列車は、上海西港の新旅駅、現、上海西駅で停車し、そこで、機関車を切り離し、再び後部に連結し直し、 進行方向を変えた。そこから南小駅まで逆行し、大避線で対抗列車を先行させた後、上海郊外を迂回するバイパス線南新線に乗り入れて、さらに軽空船に乗り入れ甲州に向かう複雑な列車運行を行う予定だった。大避線は上海駅から 15km 離れた、風浜、現在の上海石川テイク、南小鎮付近にあった。 311列車は急制度をかけて停車寸前に再び動き始めた。だが、これは決められた停止位置をオーバーランしており、単線区間の本線に入っていた。そのため本来の停止位置から160メートル離れた地点で15時20分頃に北上してきた調査発上海行きの第208急行列車と正面衝突した。衝突の衝撃で二百八列車の郵便貨車が 脱線転覆し、311列車の2両目に3両目が食い込んだ。この事故では29名、旅客28名及び乗務員、郵便貨車職員に1名が死亡し、99名が負傷したが、そのほとんどが大破した2両目に乗車していた、高知学芸高校の修学旅行生1行であり、生徒27名と引卒教諭1名が犠牲となり36名が負傷した。 特に列車が食い込んだために破損がひどく、閉じ込められた乗客の救助は翌日までかかった。一行の大部分は3月26日に、上海から高知空港に直行する全日空のチャーター便で帰国し、翌日、犠牲者27名の遺体は、遺族と共にチャーター機で高知に帰った。後に、渋滞の1名が亡くなった。この時期の中国の鉄道は急増する需要に、 インフラの整備が追いつかず事故が多発していた。同年1月には鉄道事故が3件連続して発生し、合計で140名が犠牲になっていた。そのため、3月6日には中国鉄道省大臣が更迭されていた。また、上海と蘇州の間の鉄道は中国有数の過密ダイヤで運行されていたにも、かかわらず、 ATS が全く整備されていないなど安全性に問題があった。中国当局の調査では原因は修学旅行生を乗せた列車の機関士2名による信号の見落としとされている。そのため公式には鉄道信号無視による列車棒進むによる事故とされている。ただし事故直後には機関士がブレーキが効かなかったと証言していることや 新入駅で列車の方向転換のために、機関車を付け替えた際にブレーキホースをきちんと接続していなかった上に、ブレーキテストをしていなかったとの指摘を、上海鉄路局の幹部が話している。この話が真実であれば、事故原因は、駅構内の作業員の人為的ミスの割合が高くなる。しかしながら、詳細な調査報告は、中国当局からなされていないため、不明である。 なお2016年7月に中国鉄路総行師の参加会社である中国鉄道出版社が刊行した鉄道事故再発防止用の資料には本事故の原因について運転士の信号無視に加え対向列車の第208急行列車が時刻表より2分早く出発するというミスが重なっていたと記述されていることが明らかになっている。いずれにせよ当時の中国鉄道は 日常的なダイヤ遅れや列車区ごとの縄張り争いや鉄道労働者のモラルの低下、鉄道設備の立ち遅れなど様々な支障が生じており、安全性を顧みない人為的なミスが事故につながった可能性がある。なお、事故車両の機関紙であるが、1988年9月22日に上海鉄道運輸中級裁判所で初公判から判決までを1日で行う。 集中裁判が行われた。被告人側弁護人は、ブレーキ故障説を主張したが、裁判の結果、機関士の過失によって発生したとして、日本の業務上過失致死傷罪に相当する、交通重罪で、有罪となり、機関士、当時45歳は、懲役6年半、機関助手、当時33歳は、懲役3年を言い渡されている。 1988年3月21日夜、高知学芸高等学校1年生179名、及び引率の教師と同行する医師、そして大手旅行会社、日本交通公社、現、JTB の添乗員ら14名の193名が、高知港を夜行フェリーで出発した。一行は、翌朝大阪南港に到着後、空路大阪国際空港から上海。 公共国際空港に向かい、中国に入国した。一行は、当日中に、上海駅から京古線の急行で、蘇州に向かい、翌日は同地を観光した。24日の午後1時20分、いかげん時間、日本時間は1時間早いに、蘇州駅を出発し、甲州駅行きの311、急行旅客列車乗車し事故に巻き込まれた。 午後6時52分に到着する予定だった。中国側との事故に対する保証交渉は翌年1989年3月に妥結した。しかし中国側との保証交渉は日本国の外務省が基本的には中国と遺族との間の問題として直接支援しなかったことや当時の政治的問題や経済格差等のため難航した。また、 旅行会社からの補償は、同行の修学旅行は、いわゆるツアー、企画旅行ではなく、学校側の提案による、手配旅行であり、法律上の補償義務はないとして別途かけていた、海外旅行保険の給付しか行わなかった。また、学校側と遺族との圧力も、後々まで残った。当時の日中友好ムードが、障壁になったとの指摘もある。当初から、 物価水準が異なるために賠償金が低いことが指摘されていた。中国側は中国人遺族との賠償金の差が中国政府の批判へと発展すことを懸念した。日本側との保障交渉の席で中国側は日中友好という言葉を何度もしきりに使いながら精一杯の努力をしたとして決着に持ち込んだという。1988年8月に訪中した。 竹下登首相、当時に対し、中国の李法首相が、国情の違いを理解してほしいと、日本並みの保障はできないとする基本的立場を伝えた。日本側が民事問題としている、保障問題に対して、中国政府は介入する態度を示していた。このような対応に対し、当時の運輸大臣だった、石原慎太郎は、被災者側弁護士によると中国は、 中国の示した件で打ち切ると言っているらしい。これでは日本における中国の印象も悪くなると指摘した。東京にあった9万州国の不動産売却によって中国政府が売却益を上げていることを引き合いにで、そこから保証金に回すべきだと述べた。このような事情であるため、保証額の日中間の開きは大きく、第一回に東京で行われた交渉では、 日本側は5000万円前後を示したが、中国側は一律3万1500人民元、当時のレートで約110万円であったという。第2回に、上海で行われた交渉では、日本側も2100万円に引き下げたが、それに対する回答は220万円であった。この金額は1988年1月に、 重慶郊外で墜落した中国西南航空機事故で犠牲になった日本人技術者3人に対して提示された金額と同じであった。そのため中国側は双方の事故保証とも同じ事故水準で解決しようとしていた。結局中国側とは1989年2月26日に保証条件を受諾したがその金額は未公表であるが 400から550万円の間、おそらくその中間であったとされている。この最大額550万円は前日の重慶の事故の犠牲者の保証額である。日本国外で発生した事故で犠牲になった日本人に対する保証金としては一切なしという事例もあるため、支払額は極端に低いものではないが十分な保証ではなかった。一方、 学校側は1988年12月27日に事故の法律的責任はないとする通知を遺族に送付し、学校が支払うのは見舞金200万円を含め800万円とした。別途に学校に全国から寄せられた義援金約2億7000万円を分配し、1人当たり800万円を支払うとした。また、日本体育学校健康センター基金から 災害協災給付金として一律1400万円が支給され、これらを合わせて学校側は3000万円弱を支払った。旅行保険も含め犠牲になった生徒の遺族に支給された金銭保証は4000万円前後である。同時期に高校で発生した事件や事故の保証と比較するとその金額はやや低かった。前述のように 学校側の不誠実な対応に不信感を募らせた遺族のうち、4遺族が不可解な旅行目的や無理な日程、事故後の対応など、学校側に法的責任があったとして、旅行会社任せで旅行工程の下見をしていなかったことや遺族に対する誠意の欠如などを理由に、高知地裁に民事訴訟を提起した。この訴訟は、1994年に旅行の下見が、 校長夫妻がパック旅行でしたけというずさんな面があったと指摘しつつも事故の予見可能性はなかったとして原告敗訴の判決が言い渡された。遺族側は控訴を断念したため確定した。学校側による事故報告書は事故から21年目の2009年3月に完成し事故報告書を遺族を訪ねて直接手渡した。この報告書は160ページで 修学旅行の計画や事故後の対応などが記述されている。3月15日には遺族に対する説明会が開催された。事故報告書の完成まで年数がかかった学校側は人事堂を理由としていたことや作成に当たり遺族らの聞き取りは行われていないとの批判があった。また1990年に完成した同校敷地内にある慰霊碑への氏名の記入や 慰霊祭への参列を学校側の対応には納得できないとして拒否する遺族もいる。2016年7月には中国鉄道出版社にて刊行された鉄道事故再発防止用の資料には本事件についても記述され、先述した通り新事実が判明しているが、再調査に至った経緯は不明である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。